最新情報をながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます。サーバーワークスの菅谷です。7月2日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿をお願いします。昨日の放送に引き続き、今週の小話なんですけれども、最近何かと新しい仕事道具を買っているのですが、キーボード、ドッキングステーション、マウスときて、ついに PC も買い替えました。ThinkBook 14S ヨガと呼ばれる 2-in-1 の PC にしたのですが、非常にコスパ良く大満足です。スペックもある程度ならカスタマイズできるので、Windows PC をお探しの方はぜひ調べてみてほしいです。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は7月1日、10件のアップデートがございました。まずは1つ目。AWS ストレージゲートウェイが大阪リージョンで利用可能に。AWS ストレージゲートウェイが大阪リージョンにも対応しました。ストレージゲートウェイとは、オンプレミス環境から AWS で提供されるストレージサービスへのアクセスを提供するサービスでして、利用することでオンプレミスアプリケーションは実質無制限のクラウドストレージを利用することが可能となります。現在接続先ストレージサービスとしては S3 や S3 グレイシア、 FSX for Windows ファイルサーバーなどが挙げられます。オンプレミス拠点が東京より大阪に近いお客様は、大阪リージョンのストレージゲートウェイを使用することでワークロードを全体的に低遅延にすることができるので、ぜひ、ご検討してみてください。続いて2つ目、Amazon ECS 用ボトルロケット AMI が利用可能に。 Amazon EC2 並びに Amazon ECS に関するアップデートです。 Amazon ECS Optimized ボトルロケット AMI が登場し、 EC2 でローンチできるようになりました。このボトルロケット AMI とは、コンテナ実行に必要なソフトウェアのみがインストールされた Linux ベースの OS です。もともと EKS や K8S 向けのボトルロケット AMI があったのですが、今回新しく ECS 向けも登場しました。このアップデートメリットなんですけれども、他の Amazon ECS Optimized AMI と比較して、最小構成である Amazon ECS Optimized ボトルロケット AMI は攻撃対象領域が狭いので、セキュリティリスクを減らすことが可能です。さらにボトルロケット OS はアップグレード方法がシンプルなため、メンテナンスコスト自体が非常に少ないです。具体的には、個々のソフトウェアを更新するのではなく、完全なファイルシステムイメージを丸ごとダウンロードして再起動することでアップグレードが完了します。なお、ボトルロケット ECS アップデーターと呼ばれるサービスコンテナを ECS クラスター内で立ち上げることで、自動アップグレードも実現可能だそうです。リージョンについては、すべての AWS 商用リージョンの Amazon EC2 インスタンスでローンチが可能です。 ECS と EC2 を用いてコンテナワークロードを実行する場合は、こちらの AMI の利用をご検討してみてください。続いて3つ目、 Amazon Workspaces Android クライアントアプリでセルフサービス管理機能が利用可能に。こちらは Amazon Workspaces に関するアップデートです。アップデートタイトルにあった単語を補足しますと、 Amazon Workspaces Android クライアントアプリとは、Android OS で実行されるクライアントアプリのことでして、こちらを使うことで Android のモバイルデバイスから Workspaces で接続することが可能となります。そしてもう一つ、セルフサービス管理機能なんですけれども、こちらは Workspaces の利用者が自身で Workspaces の管理アクションを実行できる機能です。この管理アクションというのは、 Workspaces の再起動だったり、 Workspaces バンドルの変更だったりが挙げられます。この機能により、IT チームはワークスペーシーズの管理を利用者自身にオフロードすることが可能です。要するに、今回のアップデートをまとめますと、ワークスペーシーズの利用者自身の Android デバイスからワークスペーシーズの管理ができるようになったということみたいです。こちらのアップデート、メリットなんですけれども、まず1つ目、セルフサービス管理機能の利用デバイスが増えたことで、IT チームはさらに多くのワークスペーシーズ利用者にワークスペーシーズ管理タスクをオフロードできるようになります。そして2つ目、モバイルデバイスから実行できるようになったので、ワークスペーシーズ利用者自身もより手軽にワークスペーシーズの管理が行えるようになりますね。こちらのアプリは Google Play から入手が可能だそうです。残念ながら iOS の方はまだ対応していないみたいです。
ではここからその他のアップデートについてタイトルだけ一気にご紹介します。続いて4つ目、 AWS Solutions Implementation にタグテイマーソリューションが登場。一貫したタグ付けを行える Web UI を簡単実装できるように。続いて5つ目、 AWS Data Sync が SACLs をサンバから Amazon FSx for Windows ファイルサーバーにコピーできるように。続いて6つ目、AWS Glue Data View が新しく14種類のデータ型を識別可能に。続いて7つ目、 AWS Glue Data View がバックスラッシュ区切り文字の CSV ファイルをサポート。続いて8つ目、 AWS Glue Schema Registry が JSON スキーマをサポート。続いて9つ目、 AWS IQ が添付ファイルをサポート。そして最後のアップデート、 Amazon Game Lift Flex Match にバッチディスタンスルールが新しく追加。文字列や数値でプレイヤーをグルーピング可能に。詳しくは概要欄をご覧ください。以上、10件7月1日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバにて投稿をお願いします。また次回、毎日 AWS 楽しみに。ではでは。